はい。では時間になりましたので始めたいと思います。皆さん、こんにちは。今日は国境なき医師団で働くって何だろうにご参加いただいてありがとうございます。本日の司会を務めます、国境なき医師団広報部の鈴木彩です。よろしくお願いします。今日は夏休み中の中高生の皆さんを対象に、国境なき医師団で活動する、人道援助に参加するってどんなことなんだろうっていうことをぜひ皆さんに知っていただければと思ってイベントを企画しました。ぜひ楽しんで最後までご参加いただければ嬉しいです。今日私たちがお話をさせていただく中で MSF という言葉を使うことがあるかもしれません。これは、国境なき医師団のフランス語の名称メディサンズ・サンズ・フロンティエの頭文字を取ったものです。MSF といったら国境なき医師団のことだと思ってください。今日は初めてですね、国境なき医師団のイベントに参加いただいている方もたくさんいらっしゃいますので、まずは私たち国境なき医師団について私の方から、簡単にご紹介をさせていただきたいと思います。はい、じゃあスライドに沿って、ちょっとご紹介させていただきます。私たち国境なき医師団は1971年に医師とジャーナリストによって設立された団体です。昨年ですね、設立から50年を迎えたところです。私たちは命の危機に瀕している人々に医療援助活動を行、失礼しました。緊急医療援助活動を行っています。それから活動地で私たちは人道危機の現状を目の当たりにします。こうした現状を国際社会に知らせる、声を上げる証言活動というのも医療援助活動と並んでもう一つの柱になっています。私たちなんですが、独立、中立、公平という活動原則のもと活動しています。政府や特定の団体から影響を受けず、医療の届いていない現場に入って、人種や政治、宗教に関わらず、援助を提供しています。私たちが活動しているところ、本当にさまざまな状況です。紛争地や難民キャンプだけではなくて、感染症の流行地や自然災害、それから貧困や医療制度の崩壊によって医療へのアクセスがない人々にも医療を提供しています。日本でも緊急事態が起こったら活動することがあります。2011年の東日本大震災、2016年の熊本地震、それから2018年の西日本豪雨など、日本でも活動を行うことがあります。国境なき医師団は世界72の国と地域で活動するとても大きな国際組織です。一番プロジェクト、活動ですね、活動の数が多い活動地はアフリカです。で、次いで紛争が起こっている中東ですとか、アジア太平洋地域など本当に世界中で活動をしています。その他というのがありますが、これは地中海の上でボートで避難してくる方々を捜索、救助する活動などが含まれています。私たちの医療活動の内容になりますが、ここにお見せしているのは本当に一部になるんですけれども、手術をする外科手術が11万1800件ですとか、お母さんが赤ちゃんを産むお手伝いをする分娩介助、帝王切開が31万7300件などですね、本当に一部なんですが、こちらが2021年、昨年の実績になりますが、本当にたくさんの患者さんを治療しているということがお分かりいただけるかなというふうに思います。で、国境なき医師団ってどんなお金、活動のお金はどこから出てるんですかっていう質問を受けることたくさんあります。私たちの活動の97%は民間からの寄付でその資金を、賄っています。私たちですね、世界中で700万人以上の個人、それから民間企業の寄付者の方がいらっしゃいます。日本国内でも個人と企業と合わせて40万人以上の方からご寄付をいただいています。
こうした民間からの寄付で活動しているというのがとっても重要で私たちの特徴の一つでもあります。先ほど言った活動原則独立中立公平とお伝えしましたが、私たちが独立した活動を行う、自分たちの判断で本当に医療を必要としている人たちのところに駆けつけるためには、こうした民間のどんな権力にも縛られないお金で活動しているというのがとっても重要な点です。こちらがちょっと最後になるんですけれども、国境なき医師団に参加する方法、ちょっといろいろあるんですけれども、まずは知る、広めるというのがあります。私たちの活動や世界の現状について知って、周りの人にお話をしてもらうという知る、広めると。それからもう一つが寄付をする、活動費をですね、寄付をしていただくという方法、それから最後に参加するというのがあります。参加するはですね、ボランティアとして参加する、事務局職員として参加する、海外派遣スタッフとして参加すると3つあります。すべてですね、大人になってからの参加の方法になりますが、今日は特にですね、海外派遣スタッフとして参加するというところに焦点を当ててお話をしたいと思います。はい、じゃあですね、ちょっと今一方的に私ばかりがお話ししましたので、皆さんにちょっと、アンケートをしたいと思います。投票の表示をお願いします。今ですね、4問皆さんの画面にアンケートとクイズが出ているかと思います。まず皆さんの年代を教えてくださいというのと、それからですね、クイズです。去年国境なき医師団の医療援助活動に参加した日本人何人でしょうかというのと、それから海外派遣スタッフの医療者と非医療者の割合はどれぐらいでしょうかというクイズと、最後にですね、ちょっと皆さん国境なき医師団で働くこと興味ありますかという質問です。ちょっと答えてみてください。どうですかね、今 40% ぐらいの皆さんが回答してくれています。もう少しお待ちします。どうですかね。80% ですね。ちょっとじゃあ、あと15秒ぐらいお待ちしますかね。88%。はい、じゃあこのあたりで、一度、投票締め切りたいと思います。じゃ結果の表示をお願いします。はい、ありがとうございました。皆さんご回答いただきました。今日ご参加いただいているのは、やっぱり中学生高校生の皆さんがたくさんですね。半分が 50% が高校生の皆さんです。ぜひ、はい、中高生の皆さんということでお話ししたいと思います。それから2問目のクイズですね。2021年に国境なき医師団の医療人道援助活動に参加した日本人、正解はですね、90人です。70人って回答してくださった方が一番多いんですが、ちょっと皆さんの予想を上回る、たくさんのスタッフが実はですね、海外で医療援助活動をしています。それから続いて3問目もクイズでした。海外派遣スタッフの医療者、非医療者の割合ですが、これ正解は、実は5対5、半分ずつになります。 50% が医師や看護師などの、医療従事者、それからもう半分が、アドミニストレーター、ロジスティシャンなどの非医療、医療を行う基盤を作る、職種のスタッフ、実は、50% ずつなんですね。国境なき医師団という名前聞くとお医者さんばっかりかなって思われることもたくさんあるんですが、実はこうして非医療者の人たちも半分、働いています。それから最後にですね、将来国境なき医師団で働くことに興味関心がある、すごいですね、私の予想をはるかに上回りました。ある、少しだけあると答えてくれた皆さんが 90% 近く、いらっしゃいました。もちろんね、わからない
まだないですっていう方もたくさんいると思います。今日の、お話を聞いてちょっとでも関心を持ってもらえたら嬉しいなと思います。で、最後に今日のイベントが面白かったら興味を持つかもしれませんという人も5人いらっしゃいますので、はい、頑張りたいと思います。はい、じゃあこれで、アンケートのところは終了したいと思います。皆さん画面の投票の、画面を閉じてください。はい、ご回答ありがとうございました。じゃあですね、ちょっとまたスライドを共有したいと思います。失礼しました。はい、じゃあお待たせしました。これからですね、失礼しました。これからですね、スタッフと一緒に国境なき医師団の活動どんな感じだったのかというお話をしていきたいと思います。今日の登壇者をまずはご紹介させていただきたいと思います。じゃあ、ガスパー自己紹介をお願いします。はい、こんにちは、皆さん、白木ガスパーと申します。フランス出身です。2009年から国境なき医師団で働いてます。コンゴ、エチオピア、ナイジェリア、中アフリカ共和国、スーダン、南スーダンとマリに派遣されました。2017年から日本の事務局で働いてます。そして日本語はあまり上手に話せませんが、ちょっと頑張りますのでよろしくお願いいたします。はい、ガスパーありがとうございます。はい、じゃあ続いてゆうこさんお願いします。はい、皆さんこんにちは、国境なき医師団の白川ゆうこと申します。私はですね、看護師として2010年に国境なき医師団に、初の参加を果たして、果たしました。で、派遣された国はね、10カ国でトータルで18回なんですけれども、主に紛争地への派遣が多かったです。で、現在はですね、2018年からやはりガスパーと同じチームで、海外派遣スタッフの採用のチームですね、入って事務局の方で働いています。時々ね、また現地に行くこともあるんですけれども、はい、今日は、よろしくお願いいたします。はい、ゆうこさんありがとうございます。じゃあ最後に拓郎さんお願いします。はい、皆さんこんにちは、国境なき医師団の松本拓郎と申します。ちょっと前に、入られた方はビデオを見ていただいたと思うんですけど、髪の長い、時の、僕のビデオです。ですね、僕はロジスティシャンと、非医療従事者ですね、ドクターやナースの方が、医療活動に専念できるようなインフラとかを作る仕事として、2009年国境なき医師団入りました。いろいろな国で活動した後ですね、2019年からガスパーさんとゆうこさんと一緒にリクルート担当をしています。今日はよろしくお願いします。はい、拓郎さんありがとうございます。今日はですね、この4人で、お話をしていきたいと思います。今日はですね、医療者の白川優子さん、看護師、それから非医療者の、ガスパーと拓郎さんでお話をします。拓郎さんのロジスティシャンというのは、建築をしたりだとか、清潔な水を持ってきたりとか、その何て言うんですかね、医療の現場を作るすべてを担うスタッフと、何でも屋さんのような、縁の下の力持ちのポジションです。で、ガスパーのアドミニストレーターというポジションは、活動地での人事だとか財務、総務を担うポジションになります。はい、じゃあですね、今日は皆さん海外で医療人道援助活動に参加してきたスタッフですので、ちょっとどんどん、お話を聞いていきたいと思います。はい、じゃあちょっとですね、私の方から気になることを聞いていきたいと思います。じゃあまず皆さんに、質問なんですけれども、最初に活動した時、一番最初に国境なき医師団の活動に参加した時、現地の人々の状況を見てどんな風に感じましたかということを教えてもらいたいと思います。じゃあまずガスパーからお願いします。
はい、そうですね。2009年に初めての MSF に参加したとき、私は少し緊張していました。民間企業での勤務経験しかない私が、児童支援活動の経験が豊富なスタッフに受け入れられるか少し不安だったからです。また派遣先であるコンゴ民主共和国も心配でした。なぜなら1990年代に隣国のルワンダで内戦が起きて以来、アフリカの第三次世界大戦と呼ばれるほどとても不安定の場所でした。でも到着してみると、世界各国から集まった本当に素晴らしい仲間に出会い、日本人も一人いました。国や年齢、職業、経験は違っても、困っている人たちに医療を提供するという同じ目的、同じモチベーションで仕事をしていました。またコンゴ人がとても気さくであることにとても驚かされました。何年も危険と恐怖にさらされ、日常生活が困難だったにのに、彼らはとても元気でとしていて、いつも冗談を言っていたのです。大変な時も今後の人たちは緊張を和らげ、私たちを前に進ませてくれたので、彼らと一緒に仕事をするのが本当に楽しかったです。はい、以上です。はい、カスパーありがとうございます。今後の現地の人たちから元気をもらって活動していたんですね。はい、続いてゆうこさん、どうでしょうか。はい、私の経験なんですけれども、私は2010年に、初めて派遣されたのがスリランカだったんですね。でこの国は20年近く戦争していて、私が行った時というのは戦争がもう終わって1年経っていたんですよ。なので私の想像では、そこまでもう戦争も終わっているし、1年も経っているし、そこまで援助することはないんじゃないかなっていうふうに思っていたんですね。でところがですね、もうそうではなかったわけですね。戦争が終わっても、その時に怪我をした人たちっていうのがずっと苦しんでいたりとか、貧困だったりとか、家を破壊されてしまって逃れてきてしまって、なかなか生活ができないっていう人たちがたくさんいたんですね。でその頃はもう、そのスリランカの戦争っていうのはニュースにもなっていない、でそういう、もう人道危機の現状を知ったわけですね。全然知られていない、誰も注目をしていない、で初めてだったんですけれども、なんていうか、そういう現状を知って初めてだったんですけど、これからも私はこういった人道危機に置かれている人たちに援助を続けたいな、国境なき医師団を続けたいなっていうふうにね、思いました。はい、ゆうこさんありがとうございます。拓郎さん、いかがでしょうか。はい、私が初めて行ったミッションはアフリカのマラウイという国でした。でそこで一番最初にやったことはですね、ハシカのワクチン、ハシカという非常に感染力の強い病気が流行っていて、そのマラウイという国の何百万人の子どもにハシカの予防接種を打つというプログラムだったんですね。初めてのアフリカでしたし、私もガスパーさんと同じで結構緊張したり怖いなと思ってたんですけど、言ってみるとですね、現地の人たちが本当に、力強く助けてくれたし、本当にお母さんと同じみんな冗談嫌ですね、仕事を真剣にしてるんですけど、本当に笑いも多くて、マラウイというふうに今どこから感じの国でしたので、非常にピースする形で、過ごしやすい国だなと思いながら。はい、タクロさんありがとうございます。ちょっとだけタクロさん、もしかしたらマイクに近づいてお話しいただいた方がいいかもしれないです。はい、わかりました。OK です。はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。皆さん最初に活動に参加したとき、いろんな驚きがあったのかなっていうのが伺っていて分かりました。じゃあちょっとまた続いて3人に聞きたいと思うんですが、国境なき医師団の活動、いろんな出会いがあったり、いろんな経験があったりすると思うんですが、忘れられないエピソードがあったらぜひ教えてください。じゃあまたガスパーから聞いていきたいと思います。はい、そうなんです。忘れられないエピソードがあります。で、これは初めてのコンゴに派遣された時のことです。MSF は病院から数時間離れた難民キャンプで非道診療を行っていました。30キロほどの距離ですが、山道の状態が悪く、移動にはいつも時間がかかりました。その日、私は移動診療チームと一緒に車に乗っていたのですが、突然、臨月の妊婦さんが4人の若い男性に担がれてきました。早朝から陣痛が始まっていましたが、動けず、近所の人たちから急いで連れてきたそうです。で看護師が診察しましたが、そこでは安全な出産が難しく、病院にいる医師の助けが必要だったので、救急車で病院に向かいました。でも、朝から雨が降り続いていたせいで、泥はぬかるみ、車が動かず、立ち往生してしまいました。妊婦さんは体調が悪くないってたので、私は、今は私たちと一緒だから大丈夫だよと励ましました。でも、車が動かないので、病院には行けず、その場で出産することになりました。車の後ろで分娩が始まりました。30分近く頑張ったけど、赤ちゃんは出てきませんでした。で、私は赤ちゃんが出るように妊婦さんのお腹を強く押すように看護師から言われ、手を置く場所を教えてもらうと、お母さんの皮膚から赤ちゃんのお尻の感触が伝わってきました。看護師に押してと言われ、お母さんも私も押しました。自分の体重をすべてかけて押し、お腹が潰れてしまうかと思いました。で、ようやく赤ちゃんが出てきたのですが、へその緒は首に2回巻かれていました。移行していないので、看護師がその指で胸をマッセージ始めました。その間、私は時間を数えていました。5秒10秒15秒、まだ息をしていない。時間が経つにつれて希望がなくなってきました。そして一分を迎えようとしたとき、赤ちゃんは突然泣き出したのです。と、お母さんもそこにいた人たち、みんな大歓声を上げました。本当に奇跡が起きたんです。と、私はとても嬉しくて、大丈夫だっていたでしょうとお母さんに言いました。と、お母さんに名前を聞かれてので、耳ないとはガスパー。と答えました。私の名前はガスパですという意味です。と、現地の言葉であるキスワイリ語を少し話すことができたことをとても誇りに思いました。で、お母さんがこの子はそう呼ぶことにするわと微笑みながら言いました。で、今このガスパ君は13歳になっているはずです。元気に暮らしていることを願います。はい。はい、ガスパーありがとうございます。13歳のガスパーくん、今日参加してくれてる皆さんと同じぐらいの年齢になってるんですね。
ちょっと泣いてしまいそうになりました。はい、ありがとうございます。じゃあ、ゆうこさんどうでしょうか。はい、今のガスパーの話聞いて私も涙が出そうになりました。はい、私もですね、患者さんから教わったことがたくさんあるんですね。で、私の中で私はジレンマから脱却させてくれた患者さんの、ね、お話をしたいんですけれども、私たちが入るような国境なき医師団の現場っていうのはやっぱり日本では普通にできたりとか当たり前に、ね、うまくいくようなことができない、そのために、医療がなかなか思ったように届けられないというジレンマを、ね、抱えることもあるんですね。だからこそ人道危機って、ね、いうふうに呼ぶんでしょうけれども、そんな中 で、やっていても意味があるのかなというふうに思い詰められてしまったことがあったんです。ただそんな中でもずっとやっぱり目の前の患者さんに手を握ったりとか寄り添ったりっていうふうなことをやっぱりできることを、ね、続けていた結果なんですけれども、ある時これはシリアで女の子ですね、ちょうど皆さんと同い年ぐらいの子で、その子は17歳の子だったんですけれども、空爆で両足を損傷してもう全くもう歩けない状態になってきた。その子がもうずっと塞ぎ込んでいて笑顔も見せず反応もせずっていう子にずっと毎日毎日手を握っていたら、ある時笑ってくれたっていう瞬間があったんですね。すごく嬉しくて、で私はそのもう看護師辞めちゃおうかなとかまで思い詰められていた中で、できること手を握ることだけでも看護師の役割、私たちの役割で行くだけでも本当に希望につながるんだなっていうね、思いに変わりました。で以来ですね、やっぱり私は患者さんに今話している17歳の女の子と見せている写真はまた別なんですけれども、必ず手を握るとか寄り添うとかね、そういうことだけでも希望につながっている、そういう思いを抱えながら、やっています。はい、以上です。ゆうこさん、ありがとうございます。医療を提供するといっても治療したり薬を投与したりそういうことだけではないっていうことですね。はい、じゃあ続いて拓郎さん、お願いします。はい、僕は南スーダンという国に行った時の、僕の仲間の話なんですけど、僕は南スーダンで、拓郎さん、ちょっと近づけます？はい、大丈夫ですか？多分もっと近づきましょうか。そうですね、ちょっと声が途切れ途切れになっちゃっているので、ちょっとこれでじゃあ、はい、やってみましょう。はい、南スーダンという国でホスピタルロジスティシャンという役割でですね、病院のインフラを水道ですね、そういうのを担当する役割で、雨季にですね、非常に雨が続いて、そのせいでマラリアの雨季のせいでマラリアの患者さんが多くなった。はい、はい、ですごく病院がですね、もっとベッドが必要忙しくなったんですね。で僕の仕事がすごく増えて、夜も8時9時までずっと仕事してたんですね。で僕はなかなか自分の仕事を頼めずに自分一人でやってたんですけども、ある時ですね、大変だなと思いながら夜作業をして、他のロジスティシャンのメンバーが3人来てですね、何遅くまで一人でやってんだと、何で休みを求めないんだ、みんなでやったら早く終わるから、みんなでやろうよ、それで早く帰っていいと思うよ、というふうに言ってくれて、そこでですね、涙が出そうなぐらい嬉しかったんですね。でそれでですね、みんなにいろいろじゃあしてこうしてって指示出して、それでですね、ドクター、ナースの人にも喜ばれて、それ以外ですね、ちょっと自分の仕事の働き方が変わったというか、全部自分でやろうとせずに仲間に頼っていいんだなということが分かりました。すごくいい経験でした。はい、
もしかしたらちょっと聞こえにくい方もいたかもしれないんですが、拓郎さん、あのマラリアという、蚊を介して感染する病気なんですが、これ雨の時期になると蚊が増えるのですごい患者さんが増えるってことですよね。で、患者さんがたくさん増えて、拓郎さんベッドを準備するのにすごく一人で大変な中、一人で一生懸命やっていたんだけれども、周りのスタッフが何一人でやってるんだと助けてくれて、みんなで一緒に無事に乗り越えたというお話でした。同僚の皆さんとのエピソードも、はい、ありますね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあですね、続いてまたちょっとどんどん質問していきたいと思います。じゃあ続いては、ゆうこさんに聞いてみたいんですけれども、ゆうこさん2010年から国境なき医師団で看護師として活動していますが、国境なき医師団ならではの魅力というか、国境なき医師団にゆうこさんが共感するポイントというのはどんなところですか？はい、冒頭で司会の鈴木さんが、紹介してましたけれども、国境なき医師団のね、三原則、独立、中立、公平、これはもうもちろんのことですね。人々の違い、いろんな違いが私たちありますけれども、人間としてそれを乗り越えてね、平等に、中立の立場で、っていう医療の届け方っていうのは、これはもう本当に共感するところです。で、あとはですね、国境なき医師団っていうのは、本当にもう真に医療が必要な人で、だけれどもそのアクセス、医療のアクセスがない人たちにどう届けるかというのを本当にいろんな角度からチャレンジ、ギリギリのチャレンジをしていくんですね。で、例えば私は、ね、紛争地に入ることが多いってお伝えしましたけれども、紛争地のようなセキュリティが悪いところであれば撤退するっていう考えもあると思うんですね。でもちろん国境なき医師団も安全は一番大事ですから撤退することもあります。ただそのギリギリ、それでもどうにかそんな状況に置かれた人々にどうにか医療を届けたいっていうギリギリのチャレンジをしながら活動を行っているっていうところは、本当に自分自身が紛争地に何度も何度も派遣されて思いました。その姿勢っていうのは本当に共感ができるし、私がずっと続けられてきたやりがいを感じながら、ね、続けてきたところでもありました。他にもね、いろいろあると思います。いろんな人に聞けばいろんな意見があると思うんですけれども、私はね、そのあたりに共感をしています。はい、ゆうこさんありがとうございます。そうですね、国境なき医師団、結構こう他の団体が入っていないところまで本当に医療を必要としている人がいれば駆けつけるということが多いので、はい、そういったところですかね。はい、ありがとうございます。じゃあ、ちょっと拓郎さんに聞いてみたいんですが、拓郎さんマイクの調子はどうですかね？ちょっと多分大丈夫だと思います。あ、大丈夫そうです、大丈夫そうです。はい、はい、じゃあ拓郎さんちょっと聞いてみたいんですが、拓郎さんが国境なき医師団に参加しようと思ったのはなぜですかというのと、それいつ頃ですかというのを教えてください。なるほど、はい、ビデオね、この回の初めに見ていただいた方もいると思いますが、実は私父親が勧めてくれたんですね。で、その時私オーストラリアにドライビングホリデーを勉強しに行っていて、で、日本に帰るようになって、どうしようかなって相談したら、国境なき医師団があるんじゃないのっていうふうに、父親は言ってですね、調べて、これは自分に合ってるかもしれないなということで、国境なき医師団入りました。うん、ありがとうございます。オーストラリアの語学留学の後に、お父さんが国境なき医師団を勧めてくださったということですね。そうですね。お父さんどうして進めたんですかね、具体的に。それは聞かないようにしてます。ん、あ、聞かないようにしているそうなんです。じゃあお父さんはきっと何かこう思いがあって拓郎さんに進めたんですね。そうすると拓郎さん、国境なき医師団に入ろうって思い始めたのは、語学留学の終わった何歳ぐらいですかね？27歳ですね。うん、27歳、はい。
なるほど。で、一度仕事をされて語学留学をして国境なき医師団に入ったということですね。そうです。はい、ありがとうございます。ちょっと時間があるので、ゆうこさんにも聞いちゃってもいいですか？ゆうこさん、国境なき医師団に入ったのはなぜですか？はい、ありがとうございます。ですね、2つほどエピソードというかがありまして、まず私、国境なき医師団を知ったのが7歳の時だったんですね。でテレビでそれを知りました。その国境なき医師団の存在を知りました。まあ、7歳ですので、自分が入りたいっていうふうに思ったかどうか、そこまではねちょっとなかったと思うんですけれども、あ、素晴らしいね、あの団体があるなっていうふうに思いました。国境なき医師団っていう名前だけでも、その医療に国境はないんだと、そういったことを乗り越えて平等にね、公平にというか中立の立場で医療を届けてる団体があるんだなっていうことを知って、でそれがすごくずっと心に残っていました。で、私看護師ですけれども、その思い、国境なき医師団とコネクトしているかっていうとそうではなくて、私は本当に心から看護師になりたいと思ってその道を頑張ってたんですね。で、1999年です。もう一度国境なき医師団をテレビで見ることになったんですね。でその時私は5歳とか6歳でも看護師になってたんですけれども、その時はですね、国境なき医師団がノーベル平和賞を受賞したんですね。それはテレビでやっていて、でその時に、あ、ずっと私が憧れていたというかすごいなと思っていた団体で、私はもう看護師もプロとして働いていたのでなれるんじゃないかと思って、それがきっかけになりました。そこからね、加速して、入りたい入ろうっていうふうにね、なりました。はい、ありがとうございます。ゆうこさん、いきなり話を振って、はい、はい、失礼しました。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとガスパーに、聞いてみたいと思うんですが、今日はせっかくガスパーがフランス出身で参加してくれてますが、フランスと日本で人道援助に参加することに対する周りの反応で違いがもしあれば教えてください。はい、そうですね、日本とヨーロッパでは少し認識が違う感じがします。国境なき医師団はフランスで50年以上前に作られたのでとても有名です。MSF で働いたら経験があれば強みになります。 MSF 以外の仕事に応募したら、こう雇用入社は、この人は強い道徳感を持っていて献身的だと思われるでしょう。また困難な状況下で働いた経験があるので頼りになるに違いない、うちの会社には最適な人材だと思われます。でも日本の一般企業では少し違う気がします。もしかしたら、NGO の人たちは真面目に仕事をしていないプロではなく、貧しい人たちを助けるために海外旅行に行っている心優しい人たちと思う人もいるかもしれません。ですから、日本社会を批判するつもりはありませんが、私たちは人道援助従事者の認知度を上げるためにやることがたくさんあります。目標の一つは、MSF のスタッフが日本に帰って別の仕事を探そうと思ったときに、採用担当が履歴書を見て、わあ、これは素晴らしいと思ってくれることです。この人にぜひ入社してもらいたいと思ってもらえることです。今日のようなイベントが人道的な世界でのキャリアに興味を持つ人たちが社会的に受け入れられ、サポートとされやすくなることを
期待しています。はい、はい、フランスと日本で少し受け止め方が違うんですね。国境なき医師団に参加するスタッフは仕事を休んでいく人もいれば辞めて海外に行って日本に帰ってきてまた仕事を探すっていう人たちもいます。本当にそれは人それぞれなんですが、そうした時に国境なき医師団って履歴書に書いてあったらそれがすごくこうねいいようにフランスと同じような感じで受け止められるようになるといいなというので、私たち事務局のスタッフもそこは頑張らないといけないところですね。はい、ガスパーありがとうございます。はい、じゃあですね、ちょっと国境なき医師団に入る前のことも聞いてみたいと思います。ですね、国境なき医師団入る前にどういった経験を積んでこの活動に必要なスキルを身につけたんですかというところなんですけれども、じゃあゆうこさんお願いします。はい、私先ほども言いましたけれども看護師なんですけれども、国境なき医師団に入る前は、当然ね看護師の経験を積んでいました。で、初めね看護師になるきっかけっていうのは特に国境なき医師団を意識していたわけではなくて、本当にね看護師になりたいなっていうふうに思ってそのキャリアをねずっと積んでいました。で、国境なき医師団入る直前までやってたんですけど、日本で7年間かな。で、外科の看護師、オペ室ですね、手術室の看護師、でそれから今写真で左側に見せてる産婦人科にも3年勤めていました。はい、で、後にですねこの看護師は看護師でもこの外科とか手術室産婦人科でね帝王切開とか赤ちゃんの出産とかねやった経験がすごく国境なき医師団にの経験につながったんですね。で、看護師って言ってもいろんな、小児科の看護師なのか内科の看護師なのかいろんな、なんていうか分野がある中で私は外科が強かったのでそれで紛争地に送られる、機会が多かった。だから本当にね学んでよかったなと思いました。でそれでですね、それは看護師のキャリアなんですけれども、もう一つね英語という大事なトピックがあるんですね、国境なき医師団に入るには。で私はもう本当に入りたくて、先ほど言ったその国境なき医師団がノーベル平和賞を受賞してよしじゃあ私も入ろうって思った時に何が欠けていたかというと英語だったんですよ。でそれがですねすごく大きな壁で、そこから実は長い道のりをたどることになりました。英語の勉強をねするまで。で右側これはですね、で私はいろんなことを探って、最後にはオーストラリアに留学することにしたんですね。英語をね本格的に学ぼうと思って、でねちょっと大学に入って、でこの写真っていうのはその大学を卒業した時の写真になります。でその後ずっとねオーストラリアでも看護師の免許が取れて仕事をしてたんですけれども、国境なき医師団に入る直前までオーストラリアにいました。はい、そんなことをねしていました。はい、ありがとうございます。言葉やっぱり重要ですよね。医療のスキルと言葉と勉強してきたということです。拓郎さんどうでしょうか。はい、国境なき医師団入る前は私エンジニアでしたね。この写真はそのエンジニアの時をもうやめてオーストラリアに行っている時の写真なんですけど、日本でですね、高専という学校を卒業してから、病院に行ってですね、病院の機械を回すエンジニアをしてました。で、英語が使えたらですねもっといろんなことができるようになるんじゃないかと思って、5年後ぐらい勤めた、やめてですね、ワーキングホリデーというところで日本に行きました。なのでエンジニア時代の、理系のというかテクニカルなバックグラウンドは国境なき医師団の現場でも非常に行きましたね。国境なき医師団もいろんな医療機器を使いますし、電気のことは比較的得意なので、電気の分野では現地でもすごく役に立ちました。で
ですね、オーストラリアは2年間行ってたんです。行ってたんですけども、本当に英語はその時あの3級ぐらいしか言えなかったので、こういうふうにこの写真みたいに語学学校に行ってですね、一生懸命勉強しました。自分でも勉強したなって言えるぐらい一生懸命英語は勉強しました。あとはその2年間で、ね、ずっとオーストラリアもちょっと、まあ、面白くないかなということで、バックパッカーですかね、リュック一つで、オーストラリアの、まあ、近く東南アジアの国々ですね、を一人で何ヶ月間もぐるぐる、旅しました。そういったところのですね、まあ、バックパッカー、一人で安宿に泊まりながらいろんな場所に行くと、やっぱりいろいろハプニングがありますし、何か問題が起きたらですね、もう頼れるのは最後自分しかいないと。そういったところのですね、まあ大げさに言うと生きる力というか、そういったところも国境なき医師団でいろんな現場、行きますので、バックパッカーの経験もねすごく役に立ったなというふうに思ってます。この写真はあのラオスの南の方の、ところなんですけど、ここがですね、僕が今まで泊まった宿で一番安かった、一泊一ドルの宿でもすごくいいところで、とてもよかった。はい、エンジニアとしての経験と、それから言葉の勉強と、実は直接関係なさそうに見えるバックパッカーとしての経験も、こう国境なき医師団のちょっと過酷な環境で生活しなきゃいけないこともあるので、そういったところで生きてきたということですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあですね、続いてなんですが、国境なき医師団で働いていると嬉しいこととか楽しいこともたくさんあると思うんですけど、それだけじゃなくて大変なこともたくさんあると思います。ちょっとじゃあガスパーに聞いてみたいんですが、ガスパー、一番大変なことは何でしたか？お金冗談人の冗談でも、まあ、日本とは全く違う現場での生活環境、例えば立派なワシュレットの代わりに初歩的なトイレを使ったり、エアコンがなかったり、いろいろ大変なこともあるかもしれません。しかし最も困難なことの一つは、人生を変えるような状況を生きるということで、大切な人に説明したり共有したりするのは簡単なことではありません。我々の任務は3ヶ月か6ヶ月、あるいは1年か2年続くかもしれませんが、その後は友人や家族の元へ帰り、普段の安全な生活を送ります。身近な人に自分の経験を話すのは難しいかもしれません。南スーダンの人たちに比べれば、彼らの日常的な悩みはくだらないと感じることもあります。一方、私の友人の中には、MSF で働く私をイロだと思っている人もいますが、実は仕事は至って普通なんですよ。ですから大変かもしれませんが、 MSF での生活と日本の生活のバランスをうまく取ることがとても大切だと思います。たとえ自分のことを理解してくれないと感じることがあっても、家族が友人と会うことは続けてください。はい、はい、ありがとうございます。で、みんな参加してる人それぞれの、家族がいて、活動に参加することをどういうふうに家族の人たちがとか周りのお友達が感じるかっていうのも、もちろん人それぞれなんだろうと思うんですが、まあ、こうい
った周りの人たちがサポートしてくれて応援してくれて国境なき医師団の活動に参加できるようにこの周りの人たちに理解をしてもらうというところがガスパーにとってはとても重要なところだったということですね。はい、ありがとうございます。じゃあですね、ちょっと大変なことと今度は優子さんにですね、活動に国境なき医師団の活動に参加してこう一番のやりがいだとか成長を感じるそういった点はどこになりますか？はい、ですね、やりがい成長、実はこれたくさんあります。私初めの方でジレンマのねお話を先にしてしまったんですけど、当然ねジレンマもありながらですね、ただやっぱり行けば必ず援助につながるんですよね。先ほども言いましたジレンマもあって困難とか挫折もある中で、でも行けばもう行くっていうそれだけでやっぱり希望につながる、ね、そこからなんていうか援助って始まると思うんですけれども、まずはそこですよね。やりがいっていうのは、何かをね届けることができるっていうことで、あとは実はこれガスパーも初め言ってたんですけれど、行くといろんな人に出会えるんですよね。日本にいたら全然知り合うことなんてなかったような、ガスパーで言ったらコンゴの人々、私も紛争地でねシリアだったりとかイラク、イエメン、南スーダン、いろんな紛争地で普通であれば出会うことのない人たちに出会えます。であとはもちろん現地の人たちもそうなんですけれども、世界中から同じ人道支援の思いを持って、私は日本からかもしれないけれども、じゃあガスパーはフランスかもしれないけれども、いろんな国から同じ人道支援の思いを持って集まって一緒に活動していくっていうね、そういうその人とのつながりとか出会いっていうのがやっぱりすごくやりがいにつながりますね。で、成長っていうのもそういうチームワークの大切さっていうのは知るんです。自分だけじゃないんですよね。ジレンマ抱えたり困難を抱えたり、でもチームの中でそれをみんなで力を合わせて、それを乗り越えていくっていうそのチームワーク力、そのあたりがすごく成長になってるんじゃないかなっていうふうにね思います。はいはい、ありがとうございます。すごくこう大変なことも多い中ですが、みんなでこう支え合ってる中でこう優子さんが成長とかやりがいを感じていますということでした。はい、ありがとうございます。ちょっと参加者の皆さんも直接聞いてみたいこととかあるかもしれないんですが、後でご質問の時間を取りたいと思います。ちょっとここで今日は今日登壇している3人が人事の担当を今していますので、少しちょっとこう採用に関する質問もしてみたいと思います。ちょっと拓郎さん、もしかしたらマイク調子悪いかもしれないので、優子さんに、はい、ちょっと基本にお答えいただきたいと思います。はい、じゃあまずですね、これ参加者の皆さんから一番多かった質問なんですが、求められる英語とか言葉のレベルってどんな感じですかという質問が、はい、来てます。はい、もう本当にいい質問ですし、もうまさに私先ほども言いましたけど、ここがね私自身も壁というかですね、チャレンジするところではありました。国境なき医師団に入るのに、ですごく簡単に言うと、それぞれの職種、私は看護師でお医者さんもいますし、松本拓郎さんみたいにロジスティシャンとか、ガスパーさんのように人事とお金を扱ったり人事を扱ったり、それぞれの、プロフェッションがいっぱいありますね。でそれぞれの自分の仕事が英語でできるか、もしくはねフランス語でできる、両方じゃなくていいんですよ。どっちかでいいんですけれども、それを英語で滞りのなく、仕事ができるか、自分の仕事もそうですけれども、先ほどねキーワードで出したチームワーク、みんなで一緒にやっていきますから、コミュニケーション能力っていうのがやっぱり必要になりますけれども、そのコミュニケーションができるか、自分の意見を言えるかとかね、そのあたりがざっくりした目安です。この後話そうと思うんですけど、英語のテストでねスコアどれくらいっていう目安もあるんですけれども、ただテストのスコアを目指してもらいたくないっていうのはありますね。
そこだけ目指しちゃうとコミュニケーション能力っていろんなテストだけじゃなくっていろんなことを含みますから、なのでこれが多分一番分かりやすいと思う。自分が英語で仕事をできるかどうかっていうところまた質問あればね、このあたり答えます後で。はい、はい、あれですよね、こう紛争地とか急に避難をしなきゃいけないとか、そういったセキュリティの安全上もそういったことを理解できる言葉っていうのは、言葉の能力っていうのは大事になってきますよね。はい、その通りです。はい、じゃあ続いてなんですが、実際に今日は中高生の皆さんなので、ちょっと難しい話になってしまうかもしれませんが、実際に活動地に派遣されるまでってどういう流れなんですか、というところです。あ、やりました。ですね、普通に皆さん企業とか会社、病院とかにいろいろ就職するときのベースプラス、ちょっとなんていうか追加したステップはあるにはあるんですね。でまずは書類を出していただくこと、履歴書、これ、まずそこが第一歩ですよね。で面接もあるんですけれども、その前に面接の前に少しだけ10分とかに、20分ぐらいかな、もうちょっと長い人もいますけれども、ちょっと確認の電話を、ね、したりとかします。こっちのなき手段は、ね、やっぱり特殊というかの環境なので、本当にこのあたり大丈夫ですか、心の準備できてますよね、進めていいですよねっていうあたりの電話はあります、細かいことで言うと、それからですね、これがさっき言ったテスト、英語もしくはフランス語のオンラインのテストを面接の前に一度受けていただくんですね。これは私たちが準備したものなんですけれども、それである一定以上のスコアを取った方を面接にお呼びするという、ね、方法を取っています。で割と、ね、そのスコアはそこまで高い風に、ね、設定してないので、あんまり気負うことはないかなっていうふうに思います。でその後面接なんですが、これは、ね、英語でもしくはフランス語でやらせていただく形になるんですけれども、ざっくり本当に言うとそのあたりまでです。細かいステップはまだまだあるんですけれど、でそれであくまでも国境なき手段人材プールに登録していただくという形なので、そこのあたりで登録して、あと派遣するまでには出発前の研修とかあるんですけれど、それはね、また採用されてからの話になりますが、ざっくりここまでお伝えしておきます。はい、ありがとうございます。いろいろとこう準備したり心づもりしたりというのがありますねはい、ちょっと一個飛ばしてですね、じゃあちょっと最後に学生の皆さんが今日ご参加いただいてますが、学生の皆さんがこう今から取り組めることがあれば教えてください。はい、分かりました。これはいつも私も松本拓夫さんもね、説明会でやりながら必ずねいただく質問なんですけれども、でやっぱりねこの答えにたどり着くんですよね。もちろん英語とかねフランス語の勉強は若いうちから早めにしておいた方がいいので、もうぜひぜひ、私なんて26から始めたからね、もう頭がカチカチですごく大変だったんですね。で私オーストラリア行ったんですけど、留学ね行ったけれども、そんな必要も全くないと思います。若いうちから早めにやっておけばいいんじゃないかな。皆さんまだね若いのでぜひ始めてください。で、それが1点で、あとは国境なき手段ってやっぱり人間力みたいなのが必要だと思うんです。柔軟性だったりとか、日本では当たり前のようにあるようなものがない、じゃあその中でどうやっていくかとかね、いろいろクリエイティブな考え方っていうのが必要なので、それってもう皆さんが学生のうちに一生懸命目の前のことを遊ぶとか勉強するとか家族とのコミュニケーションとか、そういうことを普通のことを一生懸命やっていく中で培えるんじゃないかと思うんですね。ぜひぜひ真面目に勉強だけするとかじゃなくて、遊び、旅行、もういろんな学生のうちにできることを一生懸命やっていけば、おのずと人間力というのができてくるかと思うので、普通にしていればいいんじゃないかな。あとは国境なき手段でどんなポジションで入りたいか、医療なのか医療じゃないのか、そのあたりもね考えるいい時間じゃないかなと思うので、そういうところですかね。はい、
はい、ありがとうございます。今聞いてるとこう決して特別なことをやってくださいっていうことじゃなくて、はい、学生生活を充実したものにしてください。いろんな人と出会って話して泣いて傷つくかもしれないしでも乗り越えてみたいなのをねずっと繰り返していくうちにやっぱり成長していくと思います。そういうのが大事かなって思います。はい、ありがとうございました。じゃあちょっとたくさんお話を伺いましたが、スタッフトークはここで、はい、一度終わりにしたいと思います。じゃあですね、ここからですね、参加者の皆さんからの質問を受け付ける質疑応答の時間に移りたいと思います。質問がある方は手を挙げるボタンを押して、教えてください。私の方で、指名をしますのでお名前が呼ばれましたらカメラとマイクをオンにしてご質問ください。それでですね今日のイベントなんですが、この録画を後日団体のウェブサイトで公開する予定があります。ですのでお顔出しが難しいという方はもし当てられましたらカメラはオンにできませんということをおっしゃっていただいて質問していただければ大丈夫です。で、今日はですね中高生皆さん対して中高生の皆さんを対象としたイベントですので、それ以外の皆さんですね、大人の皆さん申し訳ないんですが、今日はご質問ご遠慮いただいて、中高生の皆さんの、を優先して質問をしていただけるように、したいと思います。はい、じゃあ、質問がある方、ぜひ手を挙げてください。いかがでしょうか。上がりますかね。ちょっと緊張しちゃうような気がするんですが。どうでしょうか。質問がある方いらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。じゃあ鈴木さんに、まずご質問いただきたいと思います。少々お待ちください。じゃあ鈴木さんをちょっと今画面に出したいと思います。少々お待ちください。はい、鈴木さんもし、準備よろしければカメラとマイクをオンにしてください。こんにちは。こんにちは。早速質問なんですが、国境なき医師団に将来医師として働けたらと思っているんですが、やっぱり母とかから危ない、どうしても先ほどもおっしゃっていたように中立である限り最前線の方にも行くと思うんですね。紛争地とかそういったところに行くのがやっぱり危ないっていう印象が母にはあるみたいで、実際行ったところ、実際看護師の方とか皆さん紛争地とかに行ってらっしゃるようで、そういった場所で怪我をするスタッフ、国境なき医師団のお仲間の方とかいらしたりしたら、なんかどういう状態だったりするのかっていうのを聞いてみたくて。はい、ありがとうございます。どうなったからお答えいただきますかね。ゆうこさんかな。ゆうこさんか、たくろさん、どうですかね。僕じゃあ、ガスパーさん。どうぞ答えて、で、他の話。はい。ですね、やはり国境なき医師団は、紛争地にしろ、その他の場所でも、いろんなリスクがあります。で、国境なき医師団は、自分たちで、セキュリティのですね、安全管理の専門家とかがいて、きちんと、分析してですね、どうすれば、そういう事故とか事件が起こらないか、起きたとしても、どうやったらダメージを最小にできるかというのを常に考えていますと。で、国境なき医師団は、そこにですね、救うべき人がいるからといって、やりくもに行くわけじゃないんですね。きちんと自分たちの身の安全をまず確保した上で、医
けるかどうかを判断していくと、セキュリティに対してはですね、かなり慎重です、はい、でもしですね、現地のセキュリティのルールとかあるんですけど、そういうのが自分にとってですね、まだ十分じゃなくて怖いというようでしたら、いつでもですね、セキュリティが不安だから、ここにはいたくないですということは言えます、はい、でそれを私たちはもちろんリスペクトして、まあ、帰国するなんですね、そういったことは可能です、はい、あとはですね、ご家族の方、すぐに納得してもらうのは難しいと思いますので、本当に長い時間、もう何年っていう時間ですね、かけられてゆっくりお話しされる、自分の気持ちを伝える国境なき医師団のサイトにもですね、親と国境なき医師団スタッフがどのように対話をして理解を互いし合ったかというような記事もあります。家族の声という記事もありますので、そういったのも参考にしてもらえたらと思います。ありがとうございます。あ、はい、はい、はい、ありがとうございます。じゃあガスパー、私の方から言いますかね。ですね、それからもう一つちょっと追加でお伝えすると、国境なき医師団って必ずしもどこも紛争地とかすごく危ない地域で活動しているというわけではなくて、大体ですね、正常紛争しているだとか正常が不安定な地域っていうのは大体半分ぐらいで、残りの半分は安定はしているけど医療がないっていうような地域になるので、ちょっと行く地域によってもその危険のレベルというのは違いがありますので、補足としてお伝えします。はい、じゃあ鈴木さん、ありがとうございました。続いて質問がある方いらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。なんて読むでしょう、高木 MO さん、ちょっと読み方がわからないんですが、アトニーさんお願いします。高2かな。はい、準備よろしければカメラとマイクオンにしてお願いします。こんにちは。こんにちは。ホームページの方を見ると建築士の募集があると思うんですが、建築士としての 参加を将来したいなと思うんで すがどういうような仕事をされているのか、もしお答えしていただければと思います。お願いします。はい、どなたからいきましょうか。これやっぱ拓郎さんですかね。音声の問題もありますけど、じゃあしゃべりますね。なるべくゆっくりしゃべります。国境なき医師団は現地でやはり病院がないところとか自分たちが住むところがないところってあるんですね。そういったところでは建築士の方が設計して現地の方と一緒に、労働者の方と一緒に建築する必要があります。で、日本みたいにですね、もういろんな種類の資材があっていろんな重機があって、すぐに病院が建つという現場は非常に少ないですので、現地の気候とかですね、雨季で雨が多いところとか、そういった現地の気象条件とか文化とかですね、そういったことも加味しながら病院や建物をデザインするっていうのが求められますし、それだけではなくて実際に建てるところ、ね、現地の人にこういう指示を出して動いてもらうとか、そういったまあ包括的なですね、建築のスキルが求められます。ありがとうございます。はい、ご質問ありがとうございました。ちょっと聞こえたかな、大丈夫でしたかね。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ続いていかがでしょうか。ご質問があればぜひお願いします。はい、じゃあ鈴木さんお願いします。その後続いて、あ、はい、じゃあまず鈴木さんお願いします。少々お待ちください。
じゃあ鈴木さん、ご準備よろしければお願いします。ビデオなしでも大丈夫ですか？はい、もちろんです。今高3で大学の学部とかを考えている時期なんですけど、でその将来国際そういう国境のない師団とかそういう人道系のことに関わりたいなと思ってるんですけど、その何だろう、その団体様の方はそのこういう学部の人を求めてますとか、こういう勉強してきた人が欲しいですとか、そういうのはあるんですかっていう。すいません、はい、ご質問ありがとうございます。じゃあこれはどうでしょう、ゆうこさんですかね。はい、じゃあ私が答えますね。はい、鈴木さん、ご質問ありがとうございました。今大学を選んでるところっていうことですね。ですね、先ほどもね少しお伝えしたんですけれども、国境なき医師団で募集している職種っていうのが決まっているんですね。今もちろん亡くなったり増えたりっていうのはあるけれども、通年は20種類ぐらいです。例えばそれはお医者さんの中でも産婦人科なのか内科なのかっていうのも含めてにはなるんですけれども、その中でもロジスティシャンとかね、いろいろあります。でそれで鈴木さんがどの職種で国境なき医師団に貢献をしたいか参加をしたいかっていうところになると思うんですね。でその職種の一つ一つに求められる条件っていうのがあって、それが違うんです。例えば当然お医者さんであればその資格とか経験で、ロジスティシャンであればまた別のお医者さんとは違う資格とかいう中で、それぞれ全くもう20種類の職種であれば20種類違うので、共通した条件っていうのは例えば学部に特化した共通するものっていうのは特にないんです。大学出ていなくても入れる職種もたくさんありますしっていうところです。なのでまずは人道支援って言っても、今日のねお話で、だいたい想像ついたかなと思うんですけど、いろんな角度から参加できるんですね。医療とか、それこそ松本さんみたいなロジスティシャン、車とか建物とか水とかね、そういったところ、ガスパーさんで言えばお金とか人事とか扱う、なのでいろんな可能性があります。どこにね自分がどこの、角度から、人道になんていうか貢献したいかなっていうところからなのかなっていうふうに思って、学部先じゃなくてね、どんな職業に就きたいかっていうところかなと思うんですけれども、ちょっとこれで大丈夫かどうか確認してもらえますか？はい、大丈夫です。大丈夫ですか？想像ついたかな？大丈夫かな？はい、ありがとうございます。はい、鈴木さんに質問したいんですが、じゃあ何を勉強したいですか、鈴木さんは。いろいろやりたいことがあって、なんだろう、だからその精神的な面を、助けてあげるような心理学的なこともやったりしたいし、あとはそのなんだろう、うまく言えないんですけど、だから会社とかに入って、その会社、大きな会社だからこそできる支援とかをやりたいみたいなとかも、いろんなやりたいことがあるので、ちょっと一つに絞りきれなくて、でどうしようかな、どれが一番いいのかなってちょっと今悩んでるところなんですけど。なるほど。国境なき師団で働いてる時、国境なき師団だけわけじゃない、他の仕事を見つけることも大切だと思いますので、好きな仕事を見つけて、でその仕事のおかげで国境なき師団で働ければいいな。でもこれ多分好きな仕事は一番大切なものだと思います、うん、ありがとうございます。なるほど、ありがとうございました。ちなみにいいですか、私もう一つこの点で、はい、私国境なき師団に入ったの36歳なんですね。もう10年以上前なんですけれども、はい、国境なき師団って、何歳になってからも入れるし、夢っていうのはね、今いろんなやりたいことあるってすごい素敵だなと思ったので、ぜひぜひいろんな経験をねしてくれるといいかなっていうふうに思いました。はい、なるほど、
ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ちょっとお時間が迫っているんですが、ちょっともしかしたら数分オーバーしてしまったら申し訳ありません。残り1人だけご質問を受けたいと思います。ちょっと手を挙げていただいた順番で、アシタさん最後にお願いします。こんにちは。イベントをどうもありがとうございました。質問についてですが、私今高3を卒業したところで、もうすぐ大学に入るんですけど、なんか18歳として長期間の間でボランティア活動できる機会とかはありますか？はい、じゃあこれ私からお答えします。国境なき医師団のボランティア、実はですね、大学生からの受付になってます。で、イベントの国境なき医師団のイベントをサポートしていただいたりだとか、あと子ども向けのプログラムをサポートしていただいたり、それから事務局の各部署がやっているプロジェクトごとにですね、ちょっとここサポートしていただきたい、エクセルの表を作っていただきたいとか、そういうニーズがあったときにお願いをさせていただくという形で、大学生からですね、大学1年生からボランティアにご参加いただきますので、はい、ぜひ大学生になったらお待ちしてます。はい、あと数週間で大学生になりますので、はい、お待ちしてます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ、お時間になりましたので質疑応答ここまでにしたいと思います。ですね、最後に今日皆さんにご参加いただきまして、アンケートにぜひご協力をいただきたいと思います。すいません、今日ご参加いただいたご意見ですとかご感想、ぜひご期待のないご意見を、お寄せください。画面の QR コードでお読み取りいただいて、それから後ほど E メールでもお送りさせていただきます。今日はですね、中高生の皆さん夏休みお忙しい中だと思いますが、ご参加いただいてありがとうございました。これから皆さんがこう将来どういう仕事しようかなとか考えていらっしゃると思うんですが、今日のお話が皆さん少しでもお役に立って、ちょっと私たちに参加しようかななんていうふうに考えてくれる方がもしいたら嬉しいなと思います。はい、じゃあ今日はこれで終了します。お時間ありがとうございました。また、どこかでお会いできるのを楽しみにしています。ありがとうございました。ありがとうございました。